チェイス無名です。今日はね、トロフィーの動画を撮ったんだけど、ちょっと録画ミスをしてね、撮れてなかったんで、まあ、ちょっとね、リプレイになるんですけども、その動画をねちょっと見ていきたいと思います。ちょっとトレントだけいらねえな、レベル1だから。でここでキバヘがいるんですけども、まあ、剣士流したらちょっとね、大砲2発目打ってくれて結構ね、嬉しかったですね。ここで、オーク。で、オークはね、そこまで攻撃力高くないんで、まあ、ジャイアントベビーを使って、まあ、ぐずらせると。ぐずらせて、ぐずんないな、全然。で、ここでイカ。イカ厳しいね。ここの砦まで取られた時にイカ出されるのはね、結構厳しいっす。めちゃくちゃね、辛いですね。ここまで来られると。で、ここでチビドラを召喚。で、犬もね、犬の対策も持ってないからちょっと厳しいですね、これ。おい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 、実況中にね、イカスミのね、スキルはちょっとあんま良くないぞ。すごい、レッドドラゴン。これ結構厳しいですね。大型2枚引いてないんで、引けてるんだけど、トレントなんだよな、これ。しかも、アーチャー持ってんのね、相手が。相手がアーチャー持ちなのがね、もっと辛いというか。で、ここでね、なぜかイカがね、引っかかってる。まあ、ここでね、引き込んで、引き込んで、引き込んで、レッドドラゴン。当たってない、なぜか。イカの攻撃、イカに攻撃が当たってない。でね、奥にね、アーチャーをね、ちょっとね、隠して出してると思うんで、で、ベビーを出したんだけども、ちょっとね、犬がいるからね、全然。で、ここでね、倒されちゃうんですけども、これ結構で、絶望的ですね。絶望的です。で、犬も倒せない。で、チビドロ出して、骨を重ねる。まあ、イカはね、まあ、そこまで硬くないんで、すぐ倒せるんですけど、ちょっとね、コストがないんだよな、これは。で、骨を出して、もうあとはね、骨にかかってます、これ。剣士出して。で、引き込んで、骨を出す。っていう感じですね。で、結構ね、これ焦ってますよ。やばいやべやべ。やべ、犬がやばい、犬がやばい、みたいな。オッケーオッケー。結構いい試合しましたね、この時。で、まあ、フェアリーをね、リーダーにしてトロフィーやってたので、まあ、フェアリーとかも結構ここで回復させたりしてますね。いや、でもアーチャーがね、D1 だからね、どんどん減らされるんでね、剣士とか、骨とかも、すごいね、量で減らされちゃうからね。まあ、ここはね、あとはドローでした。まあ結構ね、これね、よく耐えたなっていう試合でした。オークとかね、強いな、これ。まあそんな感じの試合でしたね、1戦目は。で、ちょっと2戦目の方、いきたいと思います。はい、2戦目こちらですね。でね、ここね、めちゃくちゃね、なんかね、下手なことやってるな、俺確か。このね、砦争奪戦がね、下手すぎる。で、ここで飛ばすんだけど、ちょっとゴブリンがね、あれ、なぜか当番飛んでないんだよね、これ。なぜか飛んでない。もう、これ悔しいですね。で、これは1個目、集中して取りに行くという感じでやってます。まあ、対空はで色々消えてるんでいいんですけども、まあ、女神もいるし、まあ、バランス的にはいいかもしれないですね。まあ、A1来たらちょっと苦しいかなぐらいで、まあ、多少の対空だったら相手できるな、みたいな。で、ここでね、ロボを召喚されるんですけども、何引いて、でもね、ロボね、いるとね、こっち女神引けないので、女神を引けないので、もうここはね、爆弾おやじでゴリ押ししてますね。相手も爆弾おやじ持ってるけど、まあ、これはもう爆押し系ですね。さあ、頑張れ。もう爆弾おやじ引いた方の勝ちですね、この大型戦。まあ、ロボパンチが強い。倒す。大型2体倒して。で、さらにこっち大型まだ1体残ってるんで。で、しかもね、ドラゴンライダーがね、今、レドラが落としてくれて。でもこっちのね、多分こっちはね、倒せないと思ったんで、まあ、チビドラを出して。という感じでね。もう爆弾王子2体も生き残ってるんで、あとはね、気楽に。しかもチビドラも残ってるし、チビドラの対策持ってなかったみたいなんで、結構ね、気楽にやっていけてると思うんですけども、まあ、ウサギも取れるんで。まあ、そんな感じで、コスト勝ちしましたね、これは。あ、お相手さん、あれか、ワンワンか、裏。あー、だったら、女神引かなかった方がよかったかもね。女神引いたら多分コスト負けしてたかもわかんないし。まあ、爆弾味でね、正しい選択だったと思います。まあ、そんな感じで、これは鑑賞いただきました。はい。
じゃあ、3戦目いきたいと思います。はい、3戦目こちらになります。まあ、3戦目はね、ちょっとね、ゴブリンバイク相手引いてきたんですけども、こっちはちょっとゴブリンバイク引いてないんでね、コスト負けが発生するかなっていう感じだったんですけども、まあね、多くと爆弾用紙を駆使すればコスト負けもしないかなみたいな感じです。でもね、ここね、ちょっとね、大砲遅れましたちょっと大砲遅れたね。ここ悔しいね。で、ゴーストが出てきて、まあ、チビドラ出したり。で、まあ、ペアリーをね、出すんですけども、まあ、ここ、フクロウ出てきたからね、まあ、チビドラ出さない人もいるんだけども、まあ、こっちはペアリー持ってたんで、まあ、普通にね、ガンガン使っております。で、ここで大砲を撃って、みたいな感じです。で、火炎。さあ、ここで落として。で、下、今ね、多く出しております。フクロウ、ゴブリンバイク、ゴースト。あとね、なんか手札持ってたかなっていう風にね、ちょっと調べる必要があるんで、マルチっていうか、マルチじゃねえ、トロフィーだと、リーダーとかも全部確認できないんで、やっぱりね、こういう風にね、キャラをね、探すっていうのかななんか、出すみたいな。で、ここでバルが召喚されました。で、残ってるね、キャラはね、2体なんだけども、まあ、バルと、魔法使いなんですけども、今ね、まあ、こういう風にリプレイ見るとね、リーダーが見えるんですけども、まあバル結構強いんですよね。まあここからね、引き込んで、レドラを使ってという倒し方でいいですね。まあでもね、お相手さんね、ゴーストがね、索敵でね、届く範囲だとね、ゴーストぶつけてきて上からね、バルで殴るって方法もあるんですけど、でここでお相手さんね、ゴブリンバイクを流してきた。これいい選択なんですけども、まあ俺はね、ちょっと結構ね、手札的にまだ余裕があって、まあ多くと爆弾オヤジ持ってたんで、ここでね、気楽に止めながら攻めております。これはもう本当にコスト勝ちしたようなもんですね。これがね、相手たと、例えばね、オークとか、まあ、壁キャラが持ってなくて、もうこういう攻め方されたら結構ね、いい攻め方で、止められないですね。ゴブリンバイクとかね。しかも、女神そこまで育ってないけどね。で、ここで、まあ、袋いるんだけど、ちょっとね、フェアリーを使い切ってしまったんで、もうどんどん、大砲撃っちゃって。で、ここからもう圧かけていきますね、どんどん。で、やっと魔法使いを出してきたっていう感じですね。まあ、アーチャーがそこまで強い、なんかね、もう視線誘導ぐらいしか使ってないんだけども。まあ、こういう使い方かな。で、まあ、ここで、多分1個目守りに来てるのかなって感じですね。1個目守りに来てますね、これ、どんどん。で、もうこっちはね、1個目どんどん。狙いに行ってますね。取りに行ってって感じです。で、取れて、まあ、完全勝利という感じでした。まあ、こんな感じでね、バケダ文字がね、結構ソロでもね、活躍してくれるということが分かったんでね、動画にしたんですけども、それをね、ちょっとね、録画ミスしてて、まあ、リプレイという形だったんですけども、はい、すいません、それはね。はい、ありがとうございました。じゃあね。